どうも皆さんこんばんは。お疲れ様でございます。はい、ということで、唐突に始まりました、こちら深夜のドズボントークということで、本日はなんとですね、珍しいですよ、私のチャンネルに登場するのは。この方に来ていただいております。ボンジュールボンジュールだどうもです。<laughs> 存在こ,こんな深夜だから、はいはい、こんな深夜なんでだよ。大防災気味で。まあでも、これぐらいだったら、全然大丈夫です。ですはい。ということで、ええ、ボンジュールさんがですね。今日は我が家に泊まりに来ていると。はい。いうことで、ね、二人で、ちょっと深夜の。ドズボントークを。やっていきたいと思います。うん、あまあ、あの、ボンさんが始発で帰るんで。明日忙しいんでね。<laughs> そう、えー。だから、ボンさんの始発まで寝ない。 そうです悩んだんですよね。悩みました。どうしましょうって。そう。仮眠を取るか。仮眠を取るか。もしくは飲み明かすか。飲み明かすか。二人で。語るか。語るか。生放送するか。と私たちはやっぱユーチューバーですか。そうです。そう。やっぱりこう、皆さんあってのものなんで。二人で語るんなら。はい。みんなで語ろう。そういうことです。そういうこと。でそういうこと。そういうことです。ということで、やっていきたいです。ちなみに、あの、前情報皆さんにお伝えすると。我々はスーパーよってます。 酒の弱い二人が。そう、酒の弱い二人が、もうだいぶ酔っているので。ま <laughs> それも含めて、楽しんでいただければなと思います。何を話す会ですかと聞かれてますよ、ボンさん。何を話しましょうか。

なん起きてましたね。本当、o u t u b e 見てたんじゃないですか。ちょうど寝る前に、四時間後に学校とか、ですみんなそんな感じですよね。そうですよね。はい。本当、本当、そう、本当そう。謎な時間。先生たちですよ。本当に、それ、びっくりします。今日のテーマは、あの、僕たちラジオ始める前に。今日のテーマ、何にするよと話したんですけど。あえて決めなくて。そうなんですよ。今日、コメントの人と、もう、めちゃめちゃ濃厚な時間を。